モッツァレラチーズとアンチョビを詰めた、花ズッキーニのフライを作ります。ちょっとね詰めにくいんでちょっとだけ破ります。で中にこれがついてるのでこれを取ります。取りましたね。そしたら中にモッツァレラチーズを詰めます。ね、閉じていきます。結構花びらの繊細なので破れないように気をつけてください。そしたら爪楊枝で、まあ、大きさバラバラなのでチーズも大きさはバラバラにしてください。水で溶いた強力粉です。つけます。しっかりとね衣はつけとかないと中にチーズが入ってるので爆発しちゃいますからね。のまあね低温すぎてもダメだし高温すぎてもダメです。周りがしっかり固くなってきたら揚げます。イタリアから届いたサラダほうれん草ですね。でこのズッキーニなんですけど、まあ、アンチョビ入ってるので花の方は塩分しっかりあるんですけど、ズッキーニの方には味がないので塩をしてください。そして爪楊枝を抜いてね、まあ通常レモンで構わないんですけど今日はサルサベルデ、こちらをソースにしたいと思います。はい、完成です。